以後第123潜水艦。以後第123潜水艦は、大日本帝国海軍の潜水艦。百121型潜水艦の3番艦。春工時の艦名は、以後第23潜水艦、初代。1942年がダルカナル島東方で戦没。1921年、大正12年の大正12年度、艦艇補充計画で、 第50潜水艦として計画された。1924年、大正13年11月1日に艦名を、以後第23潜水艦に変更。神戸川崎造船所で1925年6月12日に、寄港。1927年3月19日に、浸水。1928年4月28日に、浸港した。クレチンジュ布石。 春行と同時に、横須賀鎮守府横須賀防備隊第9潜水隊に編入。1937年12月1日、第9潜水隊は第4艦隊第3潜水船隊に編入。1938年6月1日に以後第123潜水艦と改名。1940年5月1日、第9潜水隊は第5潜水船隊に編入。 10月11日、横浜港域で行われた、紀元2600年特別艦艦式に参加。1941年5月1日、第9潜水隊は、第3艦隊第6潜水船隊に編入。太平洋戦争開戦時には、姉妹艦の E124 と共に、第6潜水船隊第9潜水隊を編成。1941年11月、 E123 は、横須賀を出港して、海南島三ンに寄港。12月1日、三ンを出撃し、フィリピン方面で偵察を行う。7日、ボルネオ島北方のバラバク海峡に88式、軽流触発機雷40個を付設。この時付設した機雷で、米潜水艦フライヤーを撃沈している。9日、E123 は、カムラン湾に到着。日、 イ123はカムラン湾を出港してジャワ海に向かう。18日、セレベス海にて輸送船を来撃するも命中しなかった。22日、ジャワ海で空母2隻を発見したと報告する。翌23日、スラバヤ港北型入り口にて嫌いを敷設。31日、イ123はダバオに到着し、長芸に横付けして整備を受ける。 1942年1月10日、123は、ダバオを出港し、オーストラリア方面に向かう。18日、ダーウィン沖のクラレンス海峡西方入り口に到着し、紹介を行う。20日、霊後20、ダーウィン製法40回立地点付近のビーグル1で、駆逐艦2隻の護衛がついた、輸送船1隻を発見し、英語26に魚雷4本を発射。これは、 米区畜艦、エドサルと銅の護衛を受けて、ダーウィンに向かっていた米給油艦で、間もなく魚雷の命中音と思われる爆発音1回を聴取した。撃沈できなかったと判断した E123 は、爆雷攻撃を回避して離脱に成功したが、その後付近を紹介中だった百、e、1 2 4が発見され、撃沈されてしまった。同日、e、は、 ダンダス海峡に、機雷30個を付設。2月3日、百1 2 3は、ダバオに到着し、長芸に横付けして、整備を受ける。19日、百1 2 3は、ダバオを出港し、オーストラリア北方沖に向かう。25日、トレス海峡に機雷40個付設。同日、百1 2 4が潜没したことで、百1 2 3単独となった第9潜水隊は、 解体され、E123 は、第13潜水隊に編入される。3月9日、E123 はスターリング湾に到着。10日、第13潜水隊は、連合艦隊付属となる。14日、E123 はスターリング湾を出港し、25日に横須賀に到着して、整備を受ける。この船の支援のため、キライコと不を、 ガソリンタンクに改造する。4月10日、第13潜水隊は、第6艦隊指揮下となる。5月7日、百二2 3は、横須賀を出港し、17日に、クエゼリンに到着。19日、第2次警察船の支援のために、クエゼリンを出港し、フレンチフリゲート省に向かう。30日、百二2 3は、フレンチフリゲート省に到着するが、 同時にはすでに機雷不接艦、元クレムソン旧駆逐艦と水上規模艦、ソーントン、元クレムソン旧駆逐艦が停泊して警備を行っていたため作戦を延期する。翌31日には姉妹艦の E121 がフレンチフリゲート章に到着し、2隻で米艦の様子を伺うも、米軍の警戒は厳しいままであり、作戦は中止された。その後、 ハワイ方面の紹介を行った後、クエゼリンを経由して、横須賀に戻った。74日、第13潜水隊は、第8艦隊第7潜水戦隊に編入される。26日、223は、横須賀を出港し、8月2日に、トラックに到着した。7日、ガダルカナル島に米軍が上陸し、ガダルカナル島の戦いが勃発する。 同日、百1 2 3は、トラックを出港し、11日に、ルンガミ近海に到着。翌12日1100過ぎ、百1 2 3は、ルンガミ北方沖合で浮上し、640メートルほど先に、いる、敵艦船に向けて、砲弾14発を発射するも、反撃を受けて、先行退避する。16日、味方体操船団に合流しようとするも、失敗。 24日、食料と監視員を乗せて、フロリダ諸島に向かうように命令を受けるが、これも失敗したため、E123 はサボ島東方沖に向かう。29日0312、0125に、米軍水蒸気を発見したため先行したとの、報告を最後に、消息不明。アメリカ側記録によると、同日0805、サボ島東方海域をガトに向けて航行中の米。 機雷不設艦、ガンブルは先行していく、潜水艦の司令塔を発見し、3時間余り爆雷攻撃を行う。この時、この海域の製法で紹介をしていた、両34が、現場海域で多数の爆発音がしているのを聴取している。やがて、大きな気泡と潜水艦のものと思われる、木製艦板の破片が浮かび上がってきた方、重油の帯が、 会場に漂うのを、ガンブルは確認した。これが、223の最後であり、艦長の中井誠詳細下上院81名、全員戦士。沈没地点は、サボ島東方60回地点付近。9月1日が東付近で沈没と、認定、10月5日に除籍された。撃沈総数は1隻で、撃沈トン数は1525トンである。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。